から第1回行政改革実行本部を開催いたします。1月31日に閣議決定され設置が決まったこの会議、従来からあるご覧の3つの行革関連の組織とはどう位置づけが異なるのでしょうか。これまでも独立行政法人改革、特別会計改革はじめさまざまな改革に取り組んでまいりましたが、政府は一丸となって改革をさらに総合的かつ強力に進めていくため、この行政改革実行本部を設置することとしました。つまり、これまでの組織体の統合ではなく、それぞれが分担していた改革事項を集約し、着実な実行に移していくのが、この実行本部。すべての省の大臣をメンバーにして、官僚組織を動かしていこうという意気込みです。本部長の野田総理のもと、中心となって取り組むのは、行政改革担当大臣でもある岡田副総理。行政改革は、社会保障全体改革の今の要因として、なければならないことでありますので、閣僚の皆さんのご協力をお願いします。目指すは、人件費総額を抑え、自ら身を切ること。効率的で無駄のない政府を実現すること。そして、政府関係法人を改革し、我が国の発展のための新たな社会を築くこと。具体的には、公務員の削減や人事・給与改革、未利用国有地などの資産売却の推進、民間活力強化のための規制・制度改革などを速やかに手掛けていきます。総理が強調したのも、この一言。着実に実行していく場としたいと思います。国民の声を受けて、行政改革に期待点の確保で臨んでいきたいと思います。